ブラジルのスポーツ。ブラジルのスポーツでは、ブラジルのスポーツについて記述する。世界最強とも称されるサッカーブラジル代表は、FIFA ワールドカップにおいて、大会史上最多である5度の優勝を誇り、優勝候補の常連国の一つである。同国代表は、第1回大会以来、本大会に連続出場を続ける。 唯一の代表国でもあり、また FIFA フフランキングの1位に位置するなど世界最強国の一角として君臨している。クラブ選手権レベルでは UEFA チャンピオンズリーグの優勝クラブをり避けて過去3度トヨタカップ王者となったサンパウロ FC のほかクレミオフ・ブパなどの世界有数の競合が揃っている。日本人も元日本代表のラモス・ルイ・サントス・アレサンドロ 元 J リーガーの東条トシアが在籍していた。また、人材の面でも、アルツール・フリーデン・ライヒア・レオニダス、ザガロ、ガリンシャ、ペレ、トスタン、ジーコ、ソクラテス、ロマーリオ、カフー、リバウド、ロベルト・カルロス、ロナウド、ロナウジーニョ、カカ、ネイマールなどサッカーの歴史に残る選手を多数、排出しており、ブラジルは自他共に認める、サッカー大国である。 ブラジル代表のユニフォームはカナリアイエローを基調としており、ブラジル代表はセレソンもしくはカナリア軍団と呼ばれる。日本のメディアにおいては校舎がしばしば用いられるが、ポルトガル語ではカナリアという発音に似た単語、カナーリャ、カナージャというものがある。これは馬鹿者、集団という意味を指し、否定的な意味で捉えられる。そのため、ブラジル国内では、 ブラジル代表をこのような呼び方をしない。ブラジルにおいては、ブラジル代表に敬意を表するため前者を用いる。セレソンというのは、代表という意味を持ち、サッカーが国技化しているブラジルにおいては、セレソンという称号は栄誉そのものである。それを知ってか、ワールドカップドイツ大会が開幕した前後の日本の一部のマスメディアでは、ブラジル代表を セレソンという表記を使うところも現れている。詳細は、ブラジルのサッカーを参照。ブラジル国民は、世界有数の強豪であるブラジル代表に対して、特別の感情を抱いており、負けると、選手や監督に、多くの批判を浴びせることもある。近年では、1990年の FIFA、ワールドカップイタリア大会の、決勝トーナメント初回戦で敗退した際に、 帰国時に激怒した国民から襲われるという危険性があるために監督を含めメンバー全員の帰国日、ルートが極秘にされバラバラに帰国したケースがあるほか、実際に監督の親族の家が襲撃されたために、親族は一時的に避難した歴代最強チームと呼ばれ大きな期待がかけられた2006年 FIFA ワールドカップドイツ大会において決勝トーナメントで フランスに敗れたことに国民が激怒し、帰国する選手たちに空港でブーイングし、最も期待がかけられていた選手のロナウジーニョの像を燃やすほどであった。これは、ブラジル代表が毎年優勝候補の一角となり大きな期待を背負うからでもある。その国民のサッカーに対する情熱を語るエピソードが1950年に自国ブラジルで開催された。 フィファワールドカップブラジル大会の決勝戦だろう。引き分け以上で優勝が決まる最終戦で20万人の観客を前にしてアウェーだったウルグアイにまさかの逆転負けを喫してしまい、ウルグアイ代表ロスチャルワズが戦後初のワールドか王者に輝いた事件である。ブラジルサッカー史上過去最高の自殺者、ショックし優勝したしないにかかわらず、 ほぼ毎回発生すると報道されているや失神する人が発生するほどの事態とな、詳細はマラカナンの悲劇を参照。ビーチサッカー、フットサルも世界トップクラスである。また、近年はサッカーを引退した選手を中心に、ショーボールも盛んである。男女共に、近年数多くの NBA 選手やワンバ選手を輩出しており、男子の現役選手では NBA で、 シックスマン賞を獲得したリアンドロ・バルボサや、同国史上初の NBA ファイナリストとなったアンダー・ソバレジャオ、そしてネネーなどが有名。過去では世界的に伝説となったオスカー・シュミットが最も有名である。シュミットは NBA ドラフトで指名されたが NBA に行かなかったバスケットボール選手としては世界史上最高の選手とも言われている。国内には NBB と呼ばれるプロバスケットボールリーグを持ちリーガスダメリカーナにも参加している。代表はこれまでにオリンピック出場13回世界選手権には大会が創設された1950年から在に至るまで全大会に出場15大会連続出場を誇る南北アメリカ大陸の競合として知られる。世界選手権では1五十九年と1六十三年に 二大会連続で金メダルを1970年には銀メダルを獲得している。バスケットボールアメリカ選手権通称ファイバーアメリカズバスケットでは過去4度金メダル1984年1988年2005年2009年銀メダル一度2001年銅メダル4回1989年1992年 1995年、1997年を獲得している。近年の代表チームの課題は NBA 選手が多くなってきたため主力が全員揃わないことがたびたびあり NBA のチームの中には怪我を恐れて選手の代表活動への参加を許可しないチームもある。特にネネーなどは近年自身の怪我とチームからの許可が降りないため代表チームには2001年 以来参加していない。女子はオリンピックには1992年バルセロナ五輪から5大会連続で出場し、1996年アトランタ五輪では銀メダル、2000年シドニー五輪では銅メダルを獲得した。世界選手権には14回の出場を誇り、1971年に銅メダル、そして1994年には優勝を果たした。 バスケットボールアメリカ選手権、通称、ファイバーアメリカズバスケットでは、過去4度金メダル、1997年、2001年、2003年、2009年、銀メダル4度、1989年、1993年、1993年1999年、2005年、銅メダル1回、2007年を獲得している。南米の国家では、歴史、実力ともに、 隣国アルゼンチンに次ぐテニス大国として知られており、男子シングルスでは1963年全米選手権シングルスベスト4、1964年全仏選手権シングルスベスト8に進出した、1980年代後半から90年代後半にかけて活躍した19、1997年全仏オープンシングルスでブラジル人男子として、 初のグランドスラムシングルス優勝を果たし、ATP シングルス年間ランキング1位を記録するなど一時代を築いたグスタボクエルテン。1996年、アトランタ五輪男子シングルス4位入賞。1997年、全仏オープンシングルスベスト4に進出したフェランド、メリジェに、2000年代では、トマス・ベルッチラがシングルストップ50に到達している。 また1973年から開始した a t p シングルス年間ランキングにおいてもトップ100。選手が途絶えたは2010年現在1973年と1977年、クエルテンのツアー長期離脱と世代交代の遅れが重なりブラジルテニス界が一時停滞期に陥った2006年、2007年の4度のみであり、その間数多くのトップ選手を連綿と、 排出してきたテニス強国である。ダブルスの分野においても1975年、全仏オープン混合ダブルス部門で、ウルグアイのフィオレラ・ボニセジと組んで優勝した、1982年、全仏オープン混合ダブルス部門で、同じブラジルの特に準優勝し、1983年に、ダブルス最高4位を記録し、モッタのダブルスパートナーで同じく1983年に、 ダブルス最高6位を記録した2001年全仏オープン混合ダブルス部門でアルゼンチンのパウラスワレス特組準優勝した2009年全仏オープン混合ダブルスでアメリカのバニーアキング特組準優勝したマルセロ・メロそのメロと2000年代にダブルスを組んで活躍したアンドレス・アヤブルーノ・ソアレスらがこれまでにツアートップレベルで活躍しているまたこの他にも 日系ブラジル人選手で後に日本に帰化し日本代表にも選出されるなど日本で活躍したフル賞エドワールドのような選手も存在する。1932年から参戦を開始した男子国別対抗戦デビスカップにおけるは2011年現在最上位カテゴリーであるワールドグループに通算11回出場しておりこれは南米の国家としては アルゼンチン代表の9回に次ぐ記録である。中でもまたある、持った、恩ンすらンを要した、クエルテン、メディジェに、恩ンすらンを要したのに度ワールドグループ準決勝に進出しており、これが2011年現在のブラジル代表の最高成績となっている。女子では1950年代後半から1960年代にかけて、グランドスラムシングルス7勝。 同ダブルス10勝、同混合ダブルス1勝を挙げ同国のテニス選手として初めて国際テニス伝道入りを果たすなど女子テスカイの一時代を築いた名選手マリア・ブエノや1970年代後半から1980年代にかけて WTA ツアーレベルで活躍した1982年全仏オープン混合ダブルス部門で歌詞を持った特務準優勝した 1980年代、後半に活躍したらがいるが、1990年代以降は単腹とも、ツアーレベルに到達した選手はおらず、1993年、全米オープンシングルスに出場したを最後に2010年現在まで、グランドスラムシングス部門に出場した選手も、現れていないなど、男子と比してその選手層は薄い上に、長期低落傾向にある。 1965年に参戦を開始した女子国別対抗戦フェードカップにおけるも1980年代までは最上位かごりのワールドグループに通算19回出場する常連国であり、都の2度準々決勝進出を果たすなど共同国の一角を占める存在であったが、1990年代に入ると前日の通り、ブラジル女子テニス界は、 衰退一途を辿っていき、にワールドグループから陥落して、以降、2011年現在までトップグループへの復帰は果たせていない。2011年現在ブラジルで開催されている ATP ツアー大会は2001年から開始したブラジルオープンである。同大会は当初 WTA ツアーとの共催大会として始まったが、2002年大会を最後に女子部門は終了。 以降、同国では WTA ツアー大会は開催されておらず、同国女子テニス界の一層のレベル低下に拍車をかける原因となっている。またこの他では1984年にサンパウロでを開催した実績がある。バレーボールもブラジル国内で人気の競技である。男子は80年代に力をつけ2000年代に入ると自腹を要し、ワールドリーグ5連覇を達成するなど多国を 圧倒している。女子は2008年の北京五輪で優勝している。海岸が多いことを活かしたビーチバレーも盛んであり、男子、女子ともにオリンピックや世界選手権の上位を常に占めるなど世界レベルの強さを誇っている。ブラジルは富裕層を中心に古くからモータースポーツが盛んで、南東部と南部を中心に国際規格を満たした規模の大きなレース用サーキットを 多数持つ。それらのサーキットにおいては、シボレー、ゼネラルモーターズなど、大手自動車会社の公園で各種の選手権が行われており、加えて、サンパウロ市郊外のインテルラゴスサーキットでは、毎年 F1 回選手権が開催されている。以前は、リオデジャネイロのネルソン・ピケサーキットでも行われていた。レーシングドライバーでは、エマーソン・フィッティ・パルディ、ネルソン・ピケ、アイルトン・セナラ、 三人の F1 チャンピオンを輩出した他北米におけるインディ500ヤカート R といったレース選手権においても上記のエマーソンフィッティパルディ、ジルド、フェラン、クリスチアーノ黙ったら多数のチャンピオンを生み出しており著名なレーシングドライバーを幾人も輩出したイギリスやイタリア、ドイツ、フランスと並ぶモータースポーツ大国でもあるその他のスポーツとして ブラジリアン柔術、柔道、空手などの格闘技や、ウィンドサーフィン、ハンググライダーなど、多様な文化と広大な国土を背景に、様々なスポーツが行われている。また、サーフィンも盛んであり、世界最高峰のチャンピオンシップツアー、CT 選手も多く輩出している。都市部では、競馬が行われているほか、サンパウロなどの都市部では、日系人を中心に、 野球も行われて、松本雄一などが、日本の東京ヤクルトスワローズで活躍している。ブラジルオリジナルのスポーツとしては格闘技とダンス、音楽がミックスされたカッポエーラがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。